青森県弘前市の弘前城です。このお城は江戸時代に建造されて、天守などが未だに残っているという12のお城の一つです。城内に入るとすぐに日本一太いソメイヨシノという看板があって、それに惹かれて行ってみました。明治34年には植えられていたというので110年を超えています。普通のソメイヨシノというのは6、70年が寿命というから、これはかなり古木ですね。日本最古のソメイヨシノというのを見つけました。なんと樹齢が130年以上と書かれています。この弘前城内には樹齢が100年以上というソメイヨシノが実に300本以上もあるというんですね。雪深いそして寒い土地で、これだけ長く木が生きているというのは皆さんのお手入れがいいからなんでしょうね。